プリン食べます。セブン&アイ。なんていうんだろう。かまど焼きとろ生カスタードプリン。178円。税込み192円。こちら。なんかクーポンでただでもらえるみたいです。クーポンで180円までだったかな。180円以下のスイーツがただになるっていうクーポンがあったんで、値段のその中で高くて美味しそうなやつを選びました。他にもシュークリームとか、なんだろう、ドーナツとかいろいろあったり。ドーナツもね、なんかそこそこの大きさで、まあミスタードーナツにありそうな130円とか140円するのもあったけど、これにしちゃった。そういえば買うときちゃんと成分見なかったな。原材料名、牛乳、卵、グラニュー糖、カラメルシロップ、酸化防止剤、香料、増粘剤。卵が入ってるから OK です。安いプリン卵入ってないのあるからね。プライムデリカ相模原第二工場、相模原市南区で作ってる。240キロカロリー、すごいな。糖質 27.9g、 これ多いのかな、よくわかんない。いただきます。初めてだね、こんなセブンのデザート。でもこれあ、うまいけどね。うまいけどね。うまいけど178円は高いよね。18に出して買おうとは思わんな。なんか喫茶店で食べるプリンにちょっと似てるか。あんまり甘くない。美味しいじゃん。とろ生カスタードってどういう意味なんだろう。エグパティシエール、お菓子のために生まれた卵です。なんか卵が特別いいの使ってんじゃない、これ。お菓子のための卵って書いてある。わかんないけど、うまっ、うまっ。そう、インドってプリンないんだよね。卵も牛乳も砂糖も豊富にあるのに、なんでだ。うまっ。7個ポイントつくって書いてあるね。 5%。 でも7個使わないもんな。うまっ。これ何グラムだったんだろう。わかんない、破っちゃった。ちょうど書いてるとこ。書いてないか。何グラムだったんだ。内容量1食としか書いてない。確かにうまい。これは確かにうまい。高いけどうまい。
うん、あ、うまいね。これはあの行水のでっかいプリンよりはうまいわ。行水のでっかいプリンも美味しいっちゃ美味しいけど、ちょっとこっちにかな。うん、業務スーパーのプリンはあのでかさで200円とかさ、200いくらとかだから量的にはこれの5倍、6倍、6、7倍はあるだろう。うめえ。ごちそうさまでした。なんか日本に戻ってきてこういうデザートっぽいもの食べたの初めて。あ、いや違う、一回あれだな、隔離中にティラミスが出たんだ。そのティラミス以来の美味しいデザートでございました。おしまい。あ、これプラスチックは剥がれない。ごちそうさまでした。終わり。